ゴールデンウィーク前半にあった出来事。ことめが、変な宗教、気候にハマったらしく、勧誘がしつこかった。嫌です。嫌いです。しつこい。もう電話かけてこないでください。ここまで言って着信拒否にしていたが、まだ諦めていなかったようで。義実家を訪問した時に、同志とやらを連れてきた。嫁子さんに、ぜひ改心してもらいたいの。と嬉しそうなことめ。同志は断りもせずに、私の真ん前に座り、いきなり、手のひらを、私の顔面に向けて、はぁ、と、き、を投入し始めた。笑うところか怒るところか迷ったが、目の前にある同志の手のひらに、ふぅ、と息を吹きかけてみたら、ああ、と小さくもだえた。修行が足りないし、って爆笑してたら、同志はプライドが傷ついたらしく、顔を真っ赤にして、プンプン帰っていった。琴目は私を睨みつけて、慌てて、同志の後を追っていったが、波紋。私を恨んでいるらしいけど、琴目には感謝された。